いやー、やってきましたー。やってきましたよー。はい、やってきましたー。はい、どうもこんにちは、ゾウです。あ、違うわ。はい、どうもこんにちは、ゾウのおもちゃ箱へようこそ。今日はですね、今、仕事終わりで家に着いたところなんですけど、やっとですね、待ちに待っていたものが届いたので、今日は紹介していきたいと思います。はい、それがこちらですね。ほい。精密機器って書いてありますね。黒猫大和さん、ありがとうございます。はい、割れ物注意です。じゃあ何か開けていきましょう。いや、もう発売日からだいぶ経ってしまったんですけど、ようやく届きました。うちにもやっとこいつが届きましたね。よいしょー。はい、開けると、はい、中こんな感じです。じゃあ開けていきます。せーの、じゃじゃーん。あ、まだ紙だった。せーの、じゃじゃーん。きた、これきた。お、ちっちゃ、ちっさい、ちっちゃくない？これすごいね。あ、照明焚いてないわ。照明、テンション上がりすぎて照明焚いてなかった。ありがとうございます。はいはい、あ、OK です。もうちょっと最後までいいですか？ OK です、ありがとうございます。はい、届いたのは DJI Osmo Pocket、 届きました。イエーイ。いや、嬉しいですね。発売日が確か12月の15日だったと思うんですけども、今日はですね、撮影日が12月の21日になります。なので6日間経過しておりますが、やっと届きました。本当はね、予約で頼んでいたんですけど、ちょっといろいろあって届くのが遅れてしまいました。いやー、嬉しい。久しぶりにカメラを購入しました。じゃあちょっと早速開けていきましょう。もうだいぶね、 YouTube 内でもレビューが出てはいるので、あんまり僕が詳しく紹介しなくてもいいと思うんですけど、もしかするとね、僕のチャンネル見ていただいてる方は初めて目にするかもしれないので、さらっとだけ紹介したいと思います。開けていきまーす。ちょっとだいぶ急くさない。よいしょ。はい、開けると、なんかね、発泡スチロールではないんだけど、なんかそんなような感じの、なんかあまり高級そうではない箱に入ってます。はい、じゃあ行きます。せーの、じゃじゃーん。おー、ちっちゃい。こんなあの、ヒーさん隣にいて、今、レックスすごいブンブン回されてる。テンション上がってる。これね、買ったんですけど、ヒーさんがね、一番テンション上がってますね。はい、こんな感じ。おー、すごいね。ちっちゃ。え、これがビデオカメラでしょ。すごいな。じゃあちょっと出してみたいと思います。ファーストインプレッション。いきます。よっ。お、軽い。あ、でも結構ずっしり。うん、すごい。え、ちっちゃいんだけど。ちょっとじゃあヒーさんに持ってもらうかな。はい、あ、そうね、リモコンみたいな感じ。うん、はい、こんな感じです。すごいね。ちょっとじゃあ早速電源入れてみようかな。つくよね、きっとね。電源ボタンどこなんだろう。これかな。説明だ。あ、あるある。ここにね、説明書っていうか、ボタンの説明がここに書いてあります。パワーって書いてあるんで、ここ押してみましょう。じゃあ、押しまーす。せーの、スイッチ。オン。長押しかな？おー！ついた。はい、こんな感じでモニターがついて、言語を選んでくださいみたいな感じになってます。すごいね。もうすでになんか。そうで、見てほら、これ。ほら。ほら。ほら。このヌメヌメ感。三軸ジンバルですからね、これ。あ、そうそうそう。で、 DJI Osmo Pocket って何なんだって話なんですけどそうだ、あのね、これここがビデオカメラなんですけど、三軸ジンバルっていう、こう手ぶれをね、こう予防す防止するものがこう一緒についている、 YouTuber にとってはすごくいいのではないかと言われているカメラですね。うん、まあアクションカムみたいなもんだと思います。だからこれと対比されるのは、GoPro の Hero 7、今新しく出てるやつと、こいつが対比されます。ただ画角としてはこっちは結構狭いみたいなので、まあ画角の違いはあるとは思うんですけど、夜とかにもね、撮影が
すごいやりやすかったりとか、写真も撮れるんですけど、こう手ぶれがしないので1秒間ね保持してても長時間録音とかしてても大丈夫っていうのは事前情報で聞いております。はい、あれだ、アプリと接続してくださいだから、アプリをつなげなきゃいけないんだ。でちょっとスマホでねアプリを取らなきゃいけないので、それを取ります。はい、アプリはこのアプリですね。はい、これをインストールします。でインストールした間にざっくりとスペックの紹介をしていきたいと思います。センサーがですね 2.3 分の1インチで、有効画素数が12メガなので1200万画素ですかね。はい、でレンズの画角が80度で F が 2.0、 結構明るいですね。で ISO 感度は写真だと100から3200、動画でも100から3200、シャッタースピードが8秒から8000分の1秒までです。で最大の静止画サイズが 4000×3000 ピクセル、結構大きいですよね、 4000×3000 ピクセル。動画のフォーマットとしては、MP4 と MOV で撮れます。でマイクロ SD カードが最大容量で 256GB 使えます。じゃあインストールできたので早速開いて、でここにですね、これを開くとこういう端子があるので、付属品紹介してなかったね。あとねこういうケースもついてきます。でこのケースの中に、はい、ストラップ、充電器、充電器はね USB のタイプ C になります。ライトニングの端子ですね、ライトニング端子、これをですねここにつけるんですよ。ついたついたついた、はい、つきました。こんな感じですね。でこれをで、おお、なんかアドベーション、イエーイ、これどうやねこれ、おお、なんか鳴った、なんかこんな感じのが流れました。あ、フォームウェアをダウンロード、はい、ダウンロードします。今ダウンロード中です。はい、ということでちょっと設定の方はね後でやっていきたいと思います。でこれを何に使おうかっていうと、メインチャンネルの方でディズニーに行った時の Vlog を撮ってるんですけど、その時に使いたいです。なので次上げる Vlog 動画はきっとこれで撮影してる時だと思うので、またね画質とかチェックしていただきたいと思いますし、これで撮ったらこれで撮りましたっていうのを説明欄に多分書いておくと思うので、ぜひねどんな画質で撮れてるのかっていうのをチェックしていただければいいかなと思います。一応この説明欄にも Amazon のリンク貼っておきますので、よければ確認してみてください。はい、ということでただ開封しましたっていう動画でしたけど、すごいねぬめぬめ動いていいですね。またちょっとこの後設定をしてひーさんと一緒にねちょっと楽しみたいなと思いますので、またその様子はメインの方で紹介しようかなと思いますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。説明欄の方にメインチャンネルの URL 貼っておくので、よければ見てください。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。